はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、債権の消滅事項、民法166条の第1項について解説いたします。まあ、基本的な内容なんで、ここはしっかり覚えていただければと思います。で、まず、2つあるんですけども、1つ目ですね。債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時、この時債権は時効によって消滅しますよというのがまず1つ目の内容で、または権利を行使できる時から10年間行使しない時、この時も債権は時効によって消滅しちゃいますよとといった内容なんですね。まあ、この2つがあります。で、これ例えばなんですけども、私があなたに対して100万円を貸しました。で、1週間後返してくださいねと。期限は1週間後です。返済期限は1週間後と決めました。で、この場合なんですけども、まず契約したのはまあ今ですよね。今日です。で、期限っていうのは1週間後ですよね。これ決めたわけなので、1週間後です。なので、債権者が権利を行使できる時っていうのは、一週間後って話なんですよ。今で言ったら期限ですよね。期限が到来したら、その時私は権利を行使できるわけなので、この時っていうのは一週間後、この時点ですね。で、こっから10年間経過すると、ここからあとは時効によって権利が消滅しますよ。私はあなたに対してお金返してくださいっていうことがこれできなくなっちゃうんですね。ここから10年間経過した後っていうのは。まずこれが2番の内容なんですよ。で、1番の内容なんですけども、今の内容で言うと、実は1週間後と一緒なんですね。まあ、権利行使できることを知った時っていうのは、これはもう契約で1週間後って決めてるわけなので、この場合っていうのはもう期限、こことここは一緒なんですよ。1週間後って私はもう分かっているっていうふうにもう仮定して、この期限イコール知った時、期限と知った時っていうのをイコールで考えます。つまり知った時から5年っていうのは、まあ、こことここがこう合わさるわけですね。同じところから。まあ、ここから5年間経過すると、ここから権利をもう行使することができなくなっちゃう。私はあなたに対して100万円返してくださいっていうことができなくなっちゃうんですね。で、これどちらか一方でも到来したら、そこから私は権利を行使することができなくなるんで、早い方が適用されるんですね。なので、まあ、この図で言うと、こっちの方が早いですよね。早いわけだから、まあ、ここから権利を行使することができなくなるという意味です。じゃあ、こことここが離れている、もう別々に扱う場合、どんな場合があるかというと、不確定期限の場合なんですね。今の事例っていうのは確定期限なんですよ。今先ほどお伝えをした具体例っていうのは、契約して1週間後に返済してくださいねっていうのは、これは確定期限なんですね。もう1週間後って期限が分かってるわけなんで、これは確定しているということで、確定期限付きの債権って言うんですけども、不確定期限の場合、この場合、こことここが別々の時期になっちゃうんですよ。例えば、あなたの親がお亡くなりになった時に返してください。このような契約が不確定期限なんですね。私があなたに対して100万円返してくださいと言える債権っていうのは、不確定期限がついた債権なんですね。で、この場合っていうのは、期限っていつかっていうと、あなたが返さなければいけない時、また私があなたに対して100万円返してくださいと行使できる時っていうのは、あなたのお父様がお亡くなりになった時ですよね。がここの期限なんです。ただ債権者がその権利行使できることを知った時っていうのは、お亡くなりになった時にすぐ私が知れるかって言ったら、それ知れないわけですよ。もしかしたら1ヶ月後に私があなたから実は父亡くなったんですって聞いて、そこで初めて知るかもしれませんよね。もしかしたら1年後かもしれない。このような場合、期限とこの知った時ってこれ離れてるわけです。つまり権利を行使することができる時と、この時ですね、権利を行使することができる時、こことそれを知った時っていうのが離れてくるわけです。そういった場合、この知った時がすごく後になっちゃって、こっから5年間ってなってくると、こっから先が時効消滅じゃないですか。そうなってきたらこっちの方が早いですよね。権利を行使できる時から10年間経過した時、こっちの方が早いじゃないですか。の場合はこっちが適用されると。まあ、いった話です。
なので、その債権の種類によってちょっと変わってくるんですね。まあ、どういった期限がついてくるのかとか、条件がついてきたりすると、ここが変わってくるので、その場合は、早い方が適用されるんだ。早い方の期間が到来した後は、もう債権は消滅しているから、私、債権者は権利を行使することができないんだ、というふうにご理解いただければと思います。なので、今回のポイントっていうのは、まずこの起算点ですね。いつから5年間なのか、いつから10年間なのかっていうところをまず押さえましょう。債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間です。まあ、ここは省略してます。権利行使できることを知った時。まあ、意味的には一緒なのでどっちでもいいんですけども、権利行使できることを知った時から5年間を経過した後、または、この権利を行使できる時から10年間行使しない時、権利を行使しない時。どちらか一方でも満たすと債権は時効によって消滅してしまいますよと。債権者はもう権利を行使することができなくなっちゃう。返済を求めることができなくなっちゃうっていう話です。なのでまず起算点はちゃんと頭に入れていただいて、またこの数字ですね。何年間なのか、5年、10年。これもしっかり頭に入れておきましょう。でよくテキストとかでは、こっちが主観的消滅時効、こっちが客観的消滅時効とかって書いてあるんですけども、一応そこを解説すると、二つ目の事例で、あなたのお父様がお亡くなりになった時っていう期限がありましたよね。この期限っていうのは、もしかしたら私は一週間後に知れるかもしれないけども、別の人は一ヶ月後に知るかもしれない。またさらに別の人は5年後に知るかもしれないっていう形で、まあ、人によって時期が異なってくる。こういったものが主観的な消滅時効、主観的っていう風な言葉を使います。一方で、客観的っていうのは誰でも同じなんですよ。この権利を行使することができるときって、先ほどの事例で言うと、あなたのお父様が亡くなったときに私は借金返してくださいと、お金貸したお金返してくださいって言えますよね。このあなたのお父さんが亡くなったときっていうのは、誰から見ても同じなんですよね。客観的に見て同じなんですよ。で、また一番最初の事例、私があなたに100万円貸して1週間後に返してください。この1週間後っていうのも、これ誰から見てもこれ一緒ですよね。だから客観的という言葉を使います。だから上は主観的消滅事項、下は客観的消滅事項っていうふうに、まあ、テキストでは書かれたりしております。まあ、これは別に覚えなくてもいいです。この言葉ですね。は覚えなくてもいいです。まあ、今回お伝えをした内容がわかれば問題ございませんので、ぜひですね、内容を理解していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。